第2回どうしますか。放浪できなかったですね。放浪があのもしかしたらあのできんのかもしれないけど、まあもうやり方はわからない、やり方がわからないということで、この砦で、うん、この砦を育てていこうと、まあ、そう、要塞情報、ほいほい、あ、酒場、酒場がないと仲間とかが集まりにくいんですよね、確か、うん、で、田畑、酒場、火事場、まあもう作るのはなくていい、造船所がないと困るのか、戦争するの。とりあえずはいいんじゃないですか、なくても。そうだね、砦が2になってるのはどういうことなんだろうな。あ、砦だ。だから田畑と、もう一個田畑作っといた方がいいよね、どう考えても。田畑1個しかないから、ね、うん、で、あと俺たちが作れるのはなんだろう、市場も作れるんじゃなかった。あ、そうだ、市場作んなきゃいけないんだね。市場と田畑があればとりあえずお金と食べ物があって人が集まりやすくなるんじゃない。兵隊集めるのは兵舎、うん、兵舎が1個ぐらいあるんだよね多分。これ兵、これ兵連場か、連兵場連兵場で何、訓練地みたいなのがあるの。あれを高めるんだよね。そう、確か式みたいなのがあるって。ああ、うん。で、弊社立てていくと、そうだね、あれができていくと、兵士ができていくと。でも飯をさ消費していくんだ、ね、弊社で人を、兵士を集めちゃうと100人単位で確か30消費とか書いてあるんだっけ、うん、最初はあれでいいんじゃないの、その金だよ、金とご飯。信長の野望とかはもう最初金ですよ、うん、じゃあ市場2個行く。市場2個でもいいと思いますよ、うん、田畑と市場じゃなくて市場2個。市場金でしょ、だって建てんのに金いるからさ、うん、一応でも畑とかもあるにはあるんだよね。もう畑1個あった、畑1個と魚場、漁場が、うん、これで武器ができる。うち武器ないんじゃないの、もしかして。要塞情報、ああ、火事場あったね、武器や連兵場も兵舎も1個ずつある、うん、最低限は揃ってるんだね。やっぱ市場市場2個、市場2個、1,2,3,4,5、みんなとりあえず市場作って市場で働くのが情報。こいつは神三子って数字が超得意そうだけどさ、こいつはあくまで神山ってすげえじゃん。三国志だとだいたい孔明先生とかですよ、そんなの。おお、軍名だ。あ、こいつ戦に出すとそういう風になるってことか。軍じゃねえぞこれ多分。そのあだ名みたいなやつ。ほう。異名みたいなやつね。学士。盗賊。まあ、こいつは
何やらせればいいんだろうな。任意ってやるか、こいつ。いや、市場立てさしとかいいんじゃないの。立てる人ってこいつでいい。なんか大工マークのやついたっけ。大工マークのやついるでしょ。こいつは市場で働く人、商人だからね。はい。こいつは後任は鍛冶屋で働く。鍛冶屋ですね。リウンはもう鍛冶屋で。でもこいつにとりあえずさ、あれ作ってもらうのもよくない？施設。その施設作るのにも工人が必要なの。わかんない、それは。施設作る得意技ってなさそうじゃない。一回だけ作ったけどさ。じゃあでもあ、じゃあマークないやつにやらした方がいいか。試してみればいいじゃん。同じ開始にして市場2つ作る。市場2つ作ってどっちが早いか、うん、了解。この農民みたいな学士にと公認に2人同時に作らせようか。ああ、だいたい何が関係してるのか分かんないもんな。技量とかさ、うん、腕力なのか知力なのか、うん、その職業なのか。それ見栄えで普通でいいよね、ちょっと。うん。お、やる気ある。うん。で大工野郎にも そしたらさ、あれ、このやる気の問題は何なんだろうな。忠誠度が低いんだよ。二人とも同じようなもんじゃないの。ちょっとあれなんじゃないの。こいつの方が能力高かったんじゃない、うん、他のやつらは何やるの。建物どんどん建ててった方がいいんじゃない。そうだな、金あるし。畑はもう一個あった方がいいよね、絶対な。畑はあった方がいいよ。警戒？警戒。で、仲間が来たらすぐ投与しに行かなきゃいけないの。弊社。幸せだな。いい。ああ、明日はあれか、あの舞台ってめちゃくちゃ能力値低いんだよね、うん、そうだね。ただソロ版ができるだけだったんだね。7とかしかないんだよね。100中7しかない。これでもうみんな働いてます。こいつに。あ、ダメだ。知力がいいやつ働かせてください。無駄になっちゃいますよ。あ、じゃあこう酒場で働いてた。うん。嫌だなとか言ってきそうじゃないこいつ。うん。ちょっと待ってください。ん？ショーケイさんの、うん、忠誠度見てもらっていいですか。彼ですか。いや違います。今見てた人です。47じゃん。うん。褒美あげた方がいいんじゃない。逃げらんないように。褒美さ、さっきパッと見たらさ、金あげらんないのか。うん、金じゃなかったの。金だったら100円ぐらいあげて、うん、ちょっと失礼。
はい、おい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 、見逃しとんじゃん。途中、あ、こいつあれも、あの酒マーク持ってましたよ。ほい、やべえ、仲間なんねえだろ。いや、なるでしょ、だってあいつ証券先生88もある。この人、酒マークついてたよね、今。うん、酒人を発見したじゃん、酒人を。今でも帰る途中でしょ、こいつ追いつかないでしょ。いや、こいつ行かせた方がいいんじゃない。2人で追いかければ。あれ、もう一人いる。そいつは近いところに行こう。おい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 、能力高いばっかりに。これあれする、図に乗っちまってんじゃないですか、これ。宴会する、宴会。あ、宴会すると全員上がるの。やるしかないでしょ、これも。宴会根拠地で、なるほど、全部活動停止になるんだ、10日間。あいつが帰っちゃうかもしれない。でも今やっとかないともうダメそうだったよな、あいつな。あの不手、うん、不手鎖具合がね。任せますよ。そうだね、俺もなんかさっきサクサクっていなくなってったからな。そうです、あの1回失敗した時ね、うん、ガンガンやめていきましたよ、うん、開きますか、じゃあ。ね、あれ、人は結構来そうってことで。はい、あ、来た来た来た。おい、リンチュ何やってんだよ。あ、そうか、酒盛りしてんのかお前は、え、狩猟の王林と、このむさ苦しい。こいつなんかさっき、お、なんか俺の宝を奪ったやつじゃない？そうそう、あの製麺獣用紙でやってた時に、うん、町外に宝も何も奪われた、うん、ちょっと待ってああ、裏切られた。長外殿、引き取ってください。引き取ってじゃん、引き受けてこんな感じなんだ、梁山泊のあれも。これで町外の、うん、いやー、早く飲み終わって早く飲み終わってくれ、みんな来てる。その辺にいる、あれ、あいつも飲んでるな。その辺にいるやつで話しかけちゃった方がいいんじゃないの。あ、ダメか、今これ実験中か。酒が飲みないと寂しいなって、一人飲んでねえやついるぞ、5人だから。そんなことねえか。ないよ、5人だもん、だって早く飲み終われよな。2人も来てんだぞ、だって。というところで、じゃあ、うん、今回こんなもんにしときますか、ね、飲み終わったところから次始まるね。はい、はい。